久保さん英語ですか僕は英語はね、全然勉強する気ないんですけど <laughs> まあ確かに英語圏のサイトとか見れたらまたね、裾野が、まあ、僕はネットやってますのでネット、まあ、日本のサイト以外の英語圏の全部のサイトを網羅できるんだったら、まあ、相当の莫大な情報量を得られますよね、うんも。もはや最新の情報ですよね。日本なんかはまあ タイムマシンみたいな感じで降りてくる情報なんでそう、日本発祥の情報ってあんまないと思うんですよ。で英語圏ですよね。だから Google も英語圏だし、そもそも。<laughs> 日本発祥じゃないし、うん。だから最新の情報っていうのは英語圏にあると思うんで、まあ英語が読,み読めるとか見れるっていうのは結構まあ人生、これから生きていく人生の中で、まあプラスにはすごく転換できるんじゃないかなとは思いますけど。ただ僕は、あのー、 まあそれを見なくても生きていけるって、とりあえずは。<laughs> 商品売ってる人も外人に商品売らないし。まあ、そっか塾はね、外人さんの方もいらっしゃるのかわかんないですけど、僕はもう日本人の人しか売らないし。まあその海外に住んでて日本人の方には売ってますけど、ネイティブのアメリカ人とかには僕商品売れないですね。うん。売ろうとも思わないし。まあそれでやっていけるんで、まあ人それぞれね、やっぱ違うんで。で、今回ね、 あのー、サイバーエージェントの藤田さん持ってきましょうか。運や月が結果に影響を与えるマージャンは人生の縮図のようなものだと。まあ、久保さんはね、マージャン店やってましたからね。あの藤田さんもマージャン好きでね、そのアメバ TV とかでマージャン、あのマージャン番組ちょっとまあまあ人気らしいですけどね。うん、運や月が結果に影響を与えるマージャンは人生の縮図のようなものだと。うん。こ興味深いですよね。 だからまあそのギャンブルまあ麻雀とかまあギャンブルとか他のなんかそれも結局どのように捉えるかですよねだからそのキャバクラの話もありましたけども僕はキャバクラにお酒代払うのは別に嫌なんですよねうんだけどガソリン代には払うんですよねこの前車で宗谷岬行きましたけど まあでもね、GTR より燃費良かったんで、まあまあ走れましたけど、あのそんなに高くなくてね。前、あの GTR であの宗谷岬行った時はガソリン代で30万ぐらいかかりましたから、もう入れても入れてもすぐなくなる人です。<laughs> リッター4ぐらいですから、GTR ね、前の。もう入れても入れてもすぐなくなるんで、もうあれでしたけど。でも僕だから、そのガソリン代30万払うとかね。 バカじゃねえかって思う人もいるわけじゃないですか。か僕はそれに価値があると思うって払うし、でもキャバクラに価値があると思う人はそこのね、ドンペリ何万とかね、何百万とか、あと水、水が40万とかね、なんかホストのやつ世界で、水40万みたいな、よくわかんないですけど、水40万ですかみたいな。<laughs> もう水道水でええやんみたいな。しかもなんかね、その水を、40万の水を、 なんか40万の水を何ですかね、えー、こう使ってシャンパンタワーにで注ぐみたいななんかよくわかんないですよねその飲まないんですよもはや,いや要は飲まない水をでなんかやるみたいなよくわかんないですけどもはや <laughs> でもまあそこに価値があると思う人はね、まあ、そこに払うだろうし、うん、だからシャンパンタワーとかも飲まないじゃないですか ね、シャンパンあげてただそのタワー見てるだけだと思うんですけど <laughs> ねだってまあもちろんそのねちょっとこのたまったやつは飲むかもしれないですけど全部たまんないじゃないですかもったいないですよね <laughs> まあそういうもったいないとかの問題で多分シャンパンタワー入れてるわけじゃないと思うんであれなんですけどまあ人それぞれね違うので捉え方がマージャンが悪だと思う人もいればマージャンを人生に例えてね あのできる人もいるしな人それぞれかなと思いますね、うん、でも捉え方例え方をいろんな分析で物事をこう見れて考えてそれを自分の人生にいい影響で使えるのは非常にいいんじゃないかなと思いますね。うんいってらっしゃい。